え、こんにちは。朝倉美来さんに、ストリートファイトで勝ったら1000万という企画で、非常にがっかりしたなと思うのが、まあね、あの、久保田さんとかね、ドラゴンさんはともかく、アイドルさん二人はねえだろうと思ったんですよ。アイドル出身がどう頑張ってもね、強いわけないんですよ。もちろんね、先入観で見るべきではないと思いますけども、いや、どう考えても、単なるコソ泥にグレちゃった人とかがね、勝てないですよ。 そんなであれで勝てるんだったらねアイドル活動の傍らなんかちょっとボクシングか格闘技やったぐらいで勝てるんだったら朝倉さんんは今の地位にいないなと思うんですよだからやっぱりねあの修羅場を勝ち残ってきて朝倉みくるさんと同等だった人もなぎ倒してきてねそれこそあの何万人かの男の頂点に立つ人が朝倉みくるさんじゃないかなと思うんですよ。でも ででもですよまだ知られてない人で実力者がいるかもしれないってことで今回の企画があったのになんかねそのアイドルさんをバカにするわけじゃないんだけどもでもちょっとこれはないなと思いましたよ、うん、残念で結局実践が終わってねなんか YouTube で <laughs> 公開してくれる方がいるんで見るじゃないですかチラチラっと。とんなんですかね本当にね あの本当に朝倉未来さんが予言した通り30秒持たないやつは30秒持たないし1分持たない人は1分持たないともちろんそれぞれに腕の覚えのある方だと思うんですけどもまあけどアイドルさんだけはね最初っからもう全然目つきも体格も勝てるわけないような風貌だったですよなんであんなの出しちゃうんですかね少なくともポーランド人の方はああいう本物のファイターとか爆転するねラガーマンとかね ああいうのを当ててくれないとあの力士の方とかね勝負になんないと思うんですよ、うん、まあでもね分かるんですよ怪我をさせちゃいけないっていうプロモーターの気持ちもねだったらストリートファイトで1000万みたいな企画最初からそれやらせじゃないかなと思うんですよねあもちろんねあのオンエア中になんか怪我人が出たりすること望むわけじゃないんですよだから何とも言えないところなんですけどもねやっぱエンターテイン,ン,ンメントとは言っても多少は安全に配慮しないと もうこの企画自体がね、アメーバー、アメーバーテレビですか自体がもう、うん、やっちゃダメとかね、閉鎖みたいなことになってもいけないんで、そこはちょっとね、慎重にならざるを得ないといけないと思うんですけども、まあでもアイドルさんをね、選ぶことはないでしょう。どう考えても、どう考えてもあんなダメじゃないですけど、本当に。いや、それだけ言いたくってね、今回動画にさせてもらいましたけどね。うん、いや、アイドルさんはないわ。しかも、 有名にでも何でもないようなね、なんか土地で逮捕されちゃったみたいな、うんあいや。あれはないですよ。なんかもうちょっと、ね、アイドルさんの中でも、しっかりとした人がね、選ばれるんだったらいいけども、うん、ひどい。ひどいね、今回の企画は。まあ、朝倉みくるさんの核まで落とすようなことになりかねないと思って、ちょっとヒヤヒヤですよ。私はね。えじゃあ、以上でございます。